アセスハルは、ホレストシャーマン級駆逐艦の12番艦。艦名は、アイザックハル海軍大将にちなむ。1970年代中期に、試作8インチ砲を搭載していた。ハルはメイン州バスのバス鉄工所建造で、1956年9月12日、機構、アルバート・ジー・ママ夫人の手により1957年8月10日、浸水。 1958年6月3日に就役し、数ヶ月の間パナマ運河区域に配置された後、太平洋艦隊に配属される。1959年4月から8月にかけ、春は第7艦隊所属艦として西太平洋に配置、後に1960年、1961から62年、1963から64年にも同区域に配置される。 1962年10から11月にキューバミサイル危機が発生した際には海軍の対応として太平洋側に配置の水陸両用部隊をパナマ運河まで護衛する任を負う。1965年の第7艦隊配置を皮切りに春は1973年まで計6回ベトナムでの作戦に加わり沿岸部隊に対する砲撃支援として 延べ1万発の5インチ砲弾を発射し、墜落した、米軍機パイロットの捜索救難任務、トンキン湾、ヤンキーステーションにおける空母の護衛、シードラゴン作戦などに当たった。1974から75年の主要オーバーホール中に、春は全部マーク425インチ砲マーク718インチ、大口径軽量関西砲へと換装する。 この艦砲は現存する従順洋艦が退役したとき、上陸作戦時の大行警報による艦砲射撃ができなくなることを危惧して九百六十年から開発された駆逐艦サイズの艦艇に搭載を狙った大行警報であった。試作型の砲塔が九百七十年代初期に完成し陸上試験を行っていたが、当時新型のスプルーアンス級への搭載を見越して、 春での養生試験を行おうとしたのが狙いである。春は1975年8月から翌年にかけ8インチ砲の射撃テストを開始し、概ね成功したとされる。1976から77、1978年には8インチ砲搭載のまま西太平洋に配置され、並行してさらなる射撃テストを行った。しかし、 大口径軽量関西法の開発計画は1978年に中止となってしまい、春の試作法も1979から80年のオーバーホールで元の5インチ法に戻された。1981年2から9月、春はアジア海域に配置。1982年9月には寒暦最後を飾るの配置が行われ、アラスカ経由で西太平洋へと航行。 会場で途中5名のベトナム人難民を救助した後さらに精神してインド洋アラビア海でエンタープライズ空母戦闘軍の護衛に当たった。標的艦として沈められる春1983年4月に米西岸へと戻った後、春は直ちに退役準備に入り、1983年7月11日退役、同年10月15日除籍。 1998年4月7日、S-3B バイキングからの、ハープン対艦ミサイル等の射撃演習標的として、沈没。沈没位置は、北緯32度35分0.9秒、整形120度32分0.3秒、北緯32.583583度、整形120.533417度。 32.583583-120.533417。推進は2096キロである。ありがとうございます。